安康天皇は第20代天皇で5世紀半ばに在位彼は隠形天皇の王子であり兄弟には木梨の狩るのみ子や有力天皇がいる安康天皇は兄を討ち取り即位し都磯の神の穴穂宮に置いたしかし大草の呑み子を殺しその妻中氏姫を皇后としたことから問題が起こったその後中氏姫と大草加呑み子の子である眉羽の王に暗殺された安康天皇の治世は短かったが彼の物語は日本古代史の一部を成している